どうも、石川です。はい、これより、登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、北関東ブロックの群馬、茨城、栃木の、2020年度の過去問の解説について始めていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。はい、それでは、問い61番ですね、見ていきましょう。はい。風邪薬に含まれる次の鎮害成分のうち、麻薬性鎮害成分と呼ばれ、依存性があるもので正しいものはどれでしょうかというところで、はい、ここから第3章始まってまいりましたね。はい、どうでしょうか、できましたか。はい、答え見ていきましょう。問い61、答えはですね、5番が正解となります。はい、こちら、1、2、3、4。それぞれありますけど、この1、2、3、4に関しては、こちらは非麻薬性の侵害成分でしたね。はい。なので、5番のこのコデイン、コデインリン酸塩、このコデインというのが麻薬性で、依存性がある。そして、モルヒネと同じ基本構造を持っておりました。さらに、コデインに関しては、年齢制限がありましたね。覚えておりますでしょうか。はい。コデインはですね、12歳未満は使っちゃダメですよ、というものがありましたよね。はい。なので、このあたりのところですね、忘れないようにしといてあげてください。大丈夫でしょうか。はい。では、次行きましょうか。では、次、問い62番です。風邪薬に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A なんですけど、発熱、咳、鼻水など、症状がはっきりしている場合には、風邪薬、括弧総合感冒薬が選択されるのが最適ですよ、と言っておりますけど、はっきりね、鼻水がものすごく出てるよとか、熱が出てるよとかっていうのが、それぞれがはっきりしてるのであれば、それぞれの症状に合わせたもの、例えば熱が出てるだけ、ね、咳は出てないとか、鼻水は出てない、熱が出てるだけっていうことであれば、解熱薬を使ってあげてくださいね、ということを言っておりますので、A は誤りとなります。それぞれの症状に合わせたものを使ってあげましょうということで、総合感冒薬は不適当というような形になります。はい。では、そして次 B は正解。そして C。風邪薬は風邪の諸症状の緩和のほか、ウイルスの増殖抑制や体内からの除去を目的としておりますよ、となっておりますけど、違いますね。風邪薬はあくまでもその諸症状ですね、鼻水を止めたりとか、熱を下げたりとか、そういうことを目的としておりますので、ウイルスの増殖を抑えるとか。あとは除去していく、そういう働きはございませんので、 C は誤りということで、問い62は1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い63番です。次の表はある解熱鎮痛薬に含まれている成分の一覧であるということで、これなんかこういう問題苦手ですよね。なんかちょっとあーって思っちゃいますよね。そう、でもこういう問題がですね、これからやっぱり少しずつ増えてきます。もちろんですね、この登録販売者制度始まった、かなり初期の頃からこういう問題ありましたけど、こういった、実技的な、こう、現場的なね、内容がですね、これからもどんどん増えてきますので、ぜひぜひこういう問題にですね、こう、毛嫌いせずにですね、チャレンジしていただきたいと思います。はい、ということで、解熱鎮痛薬に含まれる成分の一覧ということで、エテンザミド、それから、アセトアミノフェン、それから、アリル、イソプロピル、アセチルニオン素、無水カフェイン。なんかいろいろありますね。はい、ということで、正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えはこちら、4番が正解ですね。4番が正解となります。A、エテンザミドは痛みの発生を抑える働きが、作用の中心となっているほか、なっている他の解熱鎮痛成分に比べ、痛みが神経を伝わってくるのを抑える働きが弱いよとありますけど、弱いんではなく、強いですよね。なので、他の解熱鎮痛成分とちょっと働きがエテンザミドに関しては違いますので、こちらにも書きました。ね、解熱鎮痛成分、エテンザミドね、他のものとちょっと違いますので、ぜひぜひそのあたり気をつけていただきたいと思います。さらには、エテンザミドに関してはありましたよね。年齢制限もこれもありましたね。15歳未満絶対でしたっけ？いや、違いましたよね。15歳未満でも限定条件がありましたよね。水筒、ね、水疱瘡だったりとか、あとはインフルエンザにかかっている、15歳未満は使えない。それ以外だったら使える。だから、水疱瘡インフルエンザにかかっていない15歳未満だったら使えるということになりますよね。このあたりのところも十分に気をつけておきましょう。はい、そして、その次行きましょう。B は正解。そして C。
C は無水カフェインは、中枢神経系を、刺激して頭をスッキリさせる。そうですよね。そして疲労感、倦怠感を和らげることが目的とされています。そうですね。そして鎮痛作用には関与していないよ。違いましたね。そう。何かというと、この鎮痛作用の増強ね、効果をですね、こう、増強させていく。要は、解熱鎮痛成分のこの鎮痛作用をこう増強していく、補助していくような役目がありましたので、関与しておりますので、C は誤り。はい。そして、D のアセトアミノフェン、無水カフェイン、デンザミドの組み合わせは AC 処方と呼ばれますよ。ということで、はい。AC 処方ありましたね。特に皆さん気をつけてください。A はこれ何でしたっけ？もう一回見ていきますよ。A はアセトアミノフェンの A ですよね。はい。ここをアスピリンって引っ掛けてくることもありますので、そんな問題に引っかからないようにしておきましょう。はい。ということで、D は正解。なので答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問64番です。解熱鎮痛薬及び頭痛に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解。そうですね。それから D。解熱鎮痛薬は頭痛に対して症状が軽いうちに服用すると効果的であるのに、で、予防として発症する前から積極的に、いや、ダメですよね。予防的に使っていくことは好ましくありませんので、B 誤り。それから C は正解。そして D、気胸糖は体力中等度以下で、手足が冷えて肩が凝り、時に溝落ちが、膨満するものの頭痛、それから、頭痛に伴う吐き気、嘔吐、しゃっくりに適用されていますよ、とありますけど、いやー、これ違いますね。これ何かというと、ちょっと前に書いてみました。気胸糖はどんな時に使うのかというと、喉が腫れて痛いとか、あとは咳が出るとか、ね、扁桃炎とか、そういった、特に喉が腫れているよと、そういう時、そして痛いよという時に気胸糖をよく使っていきます。はい、なので、そんなところの目的なので、なので、しゃっくりに使えますよと、書いてありますけど、しゃっくりというのは、こちら、五種油糖ですね。もうしゃっくりと書いてあったら、おわと。ご周到だなと。ね。そういう感じでリンクさせておいていただきたいと思いますので。なので、しゃっくりときたらご周到ね。ご周到は体をすごく温めてくれる役目がありますので、そんなね、冷えてる時にはしゃっくり出やすかったりしますので、そんなところ、ちょっと、押さえておきましょうね。はい。よろしいでしょうか。はい。ということで、問い64番は1番が正解でした。では、次、問い65番です。ヒスタミン及びヒスタミン成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、問い65番は答えは1番が正解でした。A、B、正解ですね。ここはちょっと飛ばしていきますよ。そして C、抗ヒスタミン成分を主役とする、催眠、ごめんなさいね、いいのか、催眠、改善薬。睡眠改善薬ですね。催眠じゃない、睡眠ですね。睡眠改善薬は、慢性的な、慢性的な、いや違いますよね。そうですよね。あとは妊娠中にしばしば生じるとかね、妊婦さんね使うことはダメですので、なので C はここは誤りとなります。ということで、こちらね、問い65番は1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い66番です。はい、答えは3番が正解ですね。3番が正解です。眠気を防ぐ薬と、その成分に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということなんですけど、まず A です。 A、眠気防止薬には眠気を抑える成分としてチアミンが配合されておりますよ。チアミンは違いますよね。ビタミンでしたね。チアミンって何ビタミンでしたっけ？いけますか？皆さんどうですか？はい。いきましたね。そうですよね。ありがとうございます。ね、そうですね。ビタミン A でしたよね。はい。なので、ビタミン A、チアミンがこれ不足すると、ヤモーションになりますよ。というようなところですね。ありましたよね。思い出してあげてくださいね。はい。で、じゃあ、この眠気を抑える成分として、どういうものがあったかというと、例えばカフェインとか、そうですよね。中枢、脳を興奮させていく働きがありますから、そういったところがね、該当してくるかなと思います。はい。なので、A は誤り。そして B もで誤りですね。カフェインは、腎臓におけるナトリウムイオンの再吸収促進があり、尿量の減少をもたらす。そうですね。こちら腎臓のところで、特に尿細管というところで、水分とか、
あとはミネラル分の再吸収をもう一回体の中に取り込んでいく、そんな役目が私たちの体にはありました。第2章のところでぜひ復習していきましょうね。はい、そして、今回ここではナトリウムイオンの再吸収を促進するよ。促進するよっていうことは、これはおしっこが出にくくなりますよね。体にまた水分もう一回取り入れていく。水分とかナトリウムとかもう一回取り入れていきますから、おしっこは出にくくなる。だから尿量の減少、そうですよね。でも、よく考えてくださいよ。カフェインが入っている飲み物をいっぱい取りますと、なんかおしっこしたくなるっていうことがありますよね。そう。なので、カフェインは尿量増加していきます。そうなんですよ。尿量増加。だからこの尿量減少でなく増加です。さらにナトリウムイオンの再吸収を促進ではなく、抑制していきます。要は体に水分やナトリウムあんまり取り入れないよと、取り入れなくさせて、そしておしっこをどんどん出していく。そんな役目がありますから、はい、ここナトリウムイオンの再吸収、促進ではなく抑制、そして尿量の減少ではなく増加というところですね。しっかりと確認していきましょう。はい、そして C は正解ということで、問66は3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問67番です。めまいおよび鎮痛薬に含まれている成分に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、問67番はこちらは3番が正解ですね。はい、まず A なんですけど、ジフェニドールは胃粘膜への麻酔作用によって嘔吐刺激を和らげてとありますけど、ジフェニドール違いますよね。ジフェニドールは抗めまい成分として出てきましたね。そう。なので、その、どんな働きだったかなというと、前庭神経のところの調節をしたりとか、あとは内耳の血流を改善していく。あれ、そうですよね。そう、D の記述がそうですよね。D、アミノアンソッコー酸1類、これも誤りなんですけど、内耳にある前庭と脳を結ぶ神経の 調節作用のほか、内耳への血流を改善していく。そう、これがジフェニドールの記述になります。そう。なので、A の記述に関しては、麻酔作用って言ってますので、これアミノアンソッコー酸1類の記述なんですね。なので、A と D は主語が逆です。主語逆にしてもらえれば正解となりますので、そんな問題となりました。はい。ということで、問67は3番が正解となります。はい。では次行きましょう。問68番です。小児の肝及び小児の肝を適用症とする小薬製剤、漢方処方製剤に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。まず A ですね。小児鎮静薬として使用される漢方処方製剤には、生後3ヶ月未満の乳児には使用しても問題ない。なるべく使用しないでください。ね。なので、使用しても問題ないというわけではありませんので、使用しないこと、ね、医師の診療を受けることを優先してあげてください。なので A は誤り。そして B と C は正解ですね。特に C、小犬中等と出てきたら小児の肝のお薬になります。はい、こちらはですね、水飴とかが入っていたりするので、生薬成分として入ってたりしますので、なので結構甘いね、処方となりますので、ぜひ皆さんもね、一度こうなんか服用していただくとね、なんかこうわかるかなと思いますので、ぜひぜひね、飲んでみてください。機会があればですね。はい、そして D です。D は、翼患酸を、小児の夜泣きに用いる場合は、1週間ぐらい服用しても症状の改善が見られないとき、さらに1週間ぐらい服用を続ける必要があるとありますけど、そうですね、特に翼患酸に関してはですね、こう体質の改善を目的とすることがあったりしますので、改善が見られない場合、まあ大体ですね、こう小児の肝の薬は1ヶ月ぐらい服用していきましょうとか、そういうものになりますので、こちら D は誤りとなります。はい、ということで、問68は5番が正解となりました。では次行きましょう。問69番です。咳止めや痰を出しやすくする目的で用いられる漢方処方制度の及び生薬成分に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、いやー、もう漢方条約厳しいですよね。でも頑張りましょうね。ここを乗り切ればね、皆さんね、明るい未来が待っておりますので頑張りましょう。はい、そして A ですね。まずはゴミ死です。ゴミ死は、ヒメハギ科の糸ヒメハギの根を起源とする生薬で、巨炭作用を期待して用いられるよー。これ×なんですよね。いやー、難しい。ゴミ死というのは、ちょっと前に書いてみました。ゴミ死は、松草科の、朝鮮ゴミ死の果実を使っていきます。そうなんですよ。なので、まあ、ゴミ死はゴミ死つながりなんですね。こちら、ゴミ死はゴミ死つながりとね、押さえていただくといいんですけど、そして、巨炭ではなく、鎮外作用、咳を止めていく働きがあります。
なので、こういったところですね。ちなみにこの記述は音字です。ヒメハギ科の。イトヒメハギの根で巨炭作用があるのは音字です。音字は、何年か前にですね、製薬メーカー、音字バブルが来まして、こぞってですね、あの漢方の、こう、生薬とかをですね、使っているメーカーさんがですね、音字のね、製品をいっぱい出し始めたんですよ。ぜひぜひ、まだ売っておりますので、皆さんね、ぜひ見てくださいね。あの、記憶に、記憶にいいんですよ。記憶グッドとかね、そういう商品名も出ておりますので、ぜひぜひね、ドラッグストアに見ていただくと面白いと思います。はい、ということで、そして、ヒメハギ科。他にもあるんですね。セネガもヒメハギ科なんですよ。ちょっとごめんなさい、口回ってないですね。そうなんですよ。セネガ。セネガ、いや、ヒロアセネガの根を使っていきます。これもヒメハギ科なので、ぜひ、セネガも音字と一緒にセットで押さえておいていただくといいです。そして両方とも巨炭作用がありますので、はい、このあたりちょっとややこしいところなので、合わせて押さえておきましょう。よろしいでしょうか。はい、ということで、A は誤りでしたね。はい、そして B と C は正解です。五個糖もしっかりと押さえていきましょうね。五個糖はですね、咳が強く出ていきます。そして爆門道等に関しては、こちらはですね、喉の乾燥感ですね。乾燥感があるときに使っていきますので、使い方がちょっと違いますから押さえていきましょうね。そして D です。魔王は中枢神経系に、対する作用が他の気管支拡張成分に比べて弱く依存性がないとありますけど、いや、そんなことない。魔王は依存性ね。ありますので、エフェドリン入っておりますから。なので、依存性ね、生じてきますので、D 誤り。ということで、問い69は3番が正解でした。はい、では次、最後ですね。問い70番です。口腔咽頭薬及びうがい薬、眼巣薬に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A と B は正解。そうですね。そして C ですね。口腔咽頭薬には、気管支拡張成分や巨炭成分が配合されている製品があるよーとありますけど、ないですね。なのでこれ違うんですよ。なので、このあたりですね、ちょっと気をつけといてください。はい、それから、しっかりとね、このあたりテキストを確認していきましょうね。はい、それから D です。噴射式のものに関してはですね、口腔のですね、奥まで届くように息を吸いながら、って吸いながらやってしまいますと、ゴーゴーってむせちゃいますよね。そう、肺の方にね、気管支の方に間違って入り込んでしまう可能性がありますので、なので息を吸いながらではなく、息をはーっと吐きながらだったり、あとは声をあーとかって出しながらやっていただくことが好ましいので、D は誤り。ということで、問い70は2番が正解となります。はい、ということでここまで皆さん大丈夫だったでしょうか。はい、結構ですね、難しいところも多く ありますので、ただでもそれでも基本的なところをですね、抑えているのがここのね、傾向となりますので、ぜひぜひ皆さんしっかりと復習していきましょう。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、下の概要欄のところに載せております。ぜひですね、登録などしていただきますと、いろんな情報も配信させていただきますし、あとは質問とかもですね、 LINE の方でいろいろやり取りさせていただきます。もちろん無料ですよ。ぜひ、ご利用いただければと思います。ということで、本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。